はい、というわけで今日も始まりますね。今日はね、板原集落っていうところに来たんですけども、まあ廃村なんですよね。廃村なんですけども、普通に観光スポットとして開放されてる廃村なんですよね。で、普通に中に、この集落の中にお食事どころがあったりとか、そういうエリアなんですよね。普通にこの辺に住んでるというか、管理してる人に聞いたら、まあ全然、ね、見てもいいというか、写真撮ったりとか、で、ね、覗くとか、まあ家の中入るのはちょっと違うかもしれないですけど、普通に入ってもいいというエリアになっているそうです。で、ちょっと今日はね、その中にある、ご飯屋さんに行こうかなと思います。集落でございます。もともとはね、結構栄えてたというか、大きな集落がここにあったんですけど、今日はちょっとここをね、探索しながら行こうかなと思います。
はい、こっからがスタートでございます。以前もね何回か来たことあるんですけど、今回はねご飯を食べに来たという感じで皆さんにご紹介したいなと思います。うわーすごいですな、これは。で今日はずっとねこの先に行ったところにご飯食べるところがあるということです。もう山のだいぶ山の上ですからねここ、はい、山の上に以前ここもご飯屋さんあったんですけど閉店しちゃったということで、今日は今日はこちらにあるお店に行こうかなと思います。のどかよいしょよいしょ。あ、はい、スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。はい、というわけで、
ちそうさまでした。お腹いっぱいになりましたね。まあなんかランチが1,000円、お蕎麦と小鉢付きで、でケーキとかね、コーヒーとかいろいろその辺あるみたいです。いやなかなか珍しいですねこういう感じで。結構食べましたね。というわけで今日はこんな感じで終わろうかなと思います。いやなんかまたちょっと変わった感じですね。なんかこういうのなかなかないんでね、ないんでねっていうか、ご飯食べるとかってね、配送っていうのもまた面白いかなと思います。ぜひ皆さん行ってみてください。裏番スピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。